せーの。はい、おお、はい、今回もポケカ開封していきたいと思います。黒煙の支配者、もう何パック目か忘れました。もうね、発売から今ね8月6日だからもう1週間以上経ってるんですけれども、もうね、まあ、ほぼ毎日何かしら開けてるんですが、全く SAR が出てこない。今回もう10パック限定で購入したものですね。さあ見ていきましょう。もう今回テラスタルがね、紛らわしくてキラ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 してるんだよね。おお、え、久々に見たかも。お、SAR じゃないこれ。やばい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 、来た。ん？ SR？ SR？ テラスタルの可能性ある？いや、 SAR っぽいな。やばい、来た来たぞ、来た来た、ついに時代が来ました。ちょっと SAR どけとく。さあではちょっと残り見ていきましょうか。あ、やった、ピチャッと EX、 まだね欲しかったんですよね。3枚目かな。よっしゃ、次のデッキに入れられる。あと1枚欲しいんだけどね。さあ、いいねいいね、今回めちゃくちゃ当たりっぽい。いいぞ、来てるぞ。アートレアも何か欲しいな。ワンチャン2枚箱も、コリポ EX ダブルレアか。おお、これも結構出てるね。お、あーっていうか、多分3連続ハッサムな気がする。アートレアハッサム出まくるね。で、これで終わりだね。さあ、SAR、リザードンマジで来て。今回トレーナーはちょっとご遠慮いただいた方がいいかな。なんじゃもの時がいいかな。あ、リザードンじゃねえ。サポートだ。ってことは、おもだかポッピー2択？あ、でも、どっちでもいい、当たりか。行きましょう。せーの。はい！おぉ、おもだかだ。わ、いいんじゃない？いや、よくない。ああ。リザードンが良かったけど、いや、でも10パックでおもだか SAR。来た来た。ああ、相場はやっぱポピーの方は強いんだ。意外だね。ああ、やっぱ1万円切ってるんだね、もう相場は。そうか。いや、でも、美しいね。うわぁ、やっと SAR 入手できたの。これは、でかい。リザードン出ないね。とりあえず SAR1 枚ゲットしました。